すいません。はい。この列車ってどこに向かってるんですか。さて、どこだと思いますか。はぐらかさないでください。はぐらかすも何も私は知りませんから。そんなわけない。あなた車掌でしょ。なんでどこ行くかわからない電車乗ってるんですか。それはあなたもじゃないですか。何の話ですか。あなた客でしょ。なんでどこ行くかもわからない電車乗っちゃったんですか。そんなの私の勝手でしょ。だったら私がここに乗ってるのも勝手でしょ。そうだけどそうじゃなくて。もういちいちめんどくさい。何なんですかあなた。何なんですかって何ですか。あなた日本語がわからないんですか。そのまんまの意味ですよ。あなたは何なんだって。何なんだって何なのかを聞いてるんです。だからあなたが何者なのかって話です。答えてください。あなたが何者なのか。どうして答えないんですか。私はただあなたが誰なのかという至極簡単な質問しかしてないのに。聞いてどうする。別にどうもしませんよ。あなたのことなんて興味ありません。だったら目的は何だ。目的。目的があるはずだ。何がおかしい。いやね、ずいぶんおかしなことを聞くもんだと思いまして。何。だってそうでしょ。自分は何にも分かんないし答えられないけど、私には確かな真実を求めてる。それは第一、それを言ったとしてあなたは信じるでしょうか。私は行き先が分からないと素直に答えた。それなのにあなたはそれを嘘だという。所詮人なんて自分の納得する答えしか求めてないんですよ。すみませんでした。それであなたはどこに行きたいんですか。え、さっき聞いたでしょ。この列車がどこに向かうのか。あなた自身はどこに行きたいのかなと思いまして、宇宙。ん？だから宇宙。あの、頭大丈夫ですか。大丈夫です。全然。あなた自分で聞いてよってそれはないんじゃないですか。すみません、てっきり具体的な土地の名前とかが出ると思ってたものですから。いや、何？いいと思いますよ、宇宙。素敵じゃありませんか。あなたが望むなら、きっと宇宙も行っちゃうかも。冗談はよしてくださいよ。経営地に着きました。終点はまだ先ですが、途中下車されるなら前方からどうぞ。あら、行ってしまわれるんですか。はい。別の列車も見てみたいので。そうですか。きっとお楽しみいただけると思いますよ。あ、はい。あの、この列車って何線ですか。え、今さらそこ気になります。音を聞く感じは蒸気機関車ですよね。この列車って一体。ベニス急行です。え、ベニス急行、それがこの列車の名前です。あ、あれですか、あのベネツィアあたりを走っている。いいえ、違います。ベニ生姜のベニに三角スのスでベニス。ベニス急行、それがこの列車の名前です。いや、聞いたことないんですけど。もう、あなたはどうしてそうなんですか。何ですか急に。こうだよって言ってるんだから、はいそうですねって言えばいいのに、あなたはいちいち知らないだの聞いたことないだのギャーギャー騒いで。騒いでなんかないじゃないですか。とりあえず行ってみればいいじゃないですか。その先にきっとあなたの求める答えはあります。行くってどこに。この列車の先へ。
サメ島か。全然面白くない。ちょっとぐらい驚くとかねえのかよ、そういうの。はいはい、分かったよ、悪かったよ。はい、これ手伝って。分かったよ。で、本当にやんのか。当たり前だろ。何のためにここまで準備してきたと思ってんだよ。いや、そりゃそうだけど。なあ、サメ島。ここまで準備してきたからには、もう引き返すことなんてできやしねえ。ああ、そうだな。俺たちの手で成し遂げるんだ。次の学園祭でロミオとジュリエットをやる。なあ、やっぱりやめようぜ。なんで？なんでって、俺別に演技なんかできないし、演劇部じゃあるまいし。演劇部じゃあるまいしって演劇部だろ。違うぞ、カブラギ。俺たちは演劇部じゃない、演劇鑑賞部だ。もっと言うなら部屋で演劇の映像を見ながらお話しするだけ。第一部員だって俺たち二人しかいないだろうが。そんなはずはない。だって名簿にだって5人って書いてあったはずだ。じゃあお前俺たち以外の部員の顔見たことあんのか。ない。バカ野郎、気づけって。俺たち以外は幽霊部員なの。男二人でロミオとジュリエットなんてできるわけないでしょ。そうかもしれないけど。大体どうして急に舞台なんかやりたいって言い始めたんだよ。お前入ったらもう途中からだし、今までそんなこと言ってなかったろ。そりゃこれが俺にとっての最後の学園祭だから。え？俺たちはもう4年学生生活自体が終わる。それに俺は体が弱くてな、イベントに参加したことは一度もない。正確にはイベントに参加しようとするといつもトラブルに巻き込まれた。1年生の時は直前に盲腸にかかった。2年の時はインフルエンザにかかった。3年の時は学園祭1週間前に車で跳ねられた。それ体弱いの関係ないだろ。でも今度こそ俺は成し遂げてんだ。学園祭でロミオとジュリエットを上演する。カブラギ、何してんの、たくみ、こんなとこで。あ、早瀬、いや、これは演劇部としての打ち合わせをだな。ああ、演劇鑑賞部の演劇部。まあ、せっかくの学園祭なんだし、何かするのはいいんじゃない。二人で頑張って。一言すぎるだろ。お前だって仮にも演劇鑑賞部だろ。だって私、メンバーいないから名前貸してるだけじゃない。まあ、そりゃそうだけどさ。それに、作風の好みが合わないのよね。好み？私、ロミオとジュリエットみたいなロマンチックな話が好きなのよ。え？だから、そのあなたたちの好きな、ずっこけテイストがちょっと肌に合わなくて。そういえば今回どんなことするの？え、あ、いや、今回は…え、サメ島くん？あれ、サメ島のやつ、こんなになるまで無茶するなんて。とてもそういう倒れ方には見えなかったけど。お、綾瀬、授業。ああ、そうだ、忘れてた。じゃあまたね、鮫島くんによろしく。うん、よろしく。だから、今度の学園祭でロミオとジュリエットをやる。不純だよ、同期が不純。あ、誤解だって。何が誤解なんだよ。綾瀬の好きなロミオとジュリエットでもやって気を引こうってことか。そんなんじゃないって。冗論だよ。知っての通り、綾瀬とは幼馴染だ。でも最近なんか元気がない気がしてな。ま、元気なんだけど、から元気っていうか。だから綾瀬には元気になってほしいんだ。それでロミオとジュリエットが。いや、これで元気になってくれとは思えない。でも俺自身の変化が何かのきっかけになれば。まったく、お前ってやつは。止めるな、鮫島。もう決めたんだ。バッキャロー。誰が止めるかよ。お前の心にそんな熱い思いがあるっていうならやってやるさ。俺もお前と一緒にロミオとジュリエットをやってやる。鮫島、泣くな、泣くなって。大丈夫だ、泣くのは全部うまくいってからにしな。ああ、そうだな。俺たち二人で完成させるんだ。俺たちの戦いはまだこれからだ。ああ。
もしもし。いや、携帯の音。あ、はい。あ、本当ですか。あ、え、あはい、はい、はい、わかりました。はい、はい、わかりました。はい、それじゃあ失礼します。はい。どうしたんだよ。俺たち学園祭の時メインホール使えないらしい。お前なんでそんな楽しそうに受け答えしてたんだよ。いや、すまん。どうすんだよ、ホール使えないって。まあいや、こうなったら屋外でゲリラ的にやるしかないって話になるわな。うん。そんなバカな。まあ安心しろ、方法ならまだある。方法？ああ、この中庭にでっけえ舞台を建てるのさ。今のってそれはお前の中にある記憶だ。あなたは鮫島さん。さん付けなんかよしてくれ。鮫島でいい。鮫島、この列車は一体何なんだ。どこに向かってるんだ。そんなの俺が知るわけない。じゃあ誰が知ってるんだ。さっきの車掌も知らなかったし、俺は気づいたらここにいた。教えてくれ、この列車は一体何なんだ。まずは視点を変えることだ。視点？窓の外は見たか。すごくいい景色なんだ。今は景色なんてどうでも。景色ってのはその土地の特徴を内包するもんだ。標高が高い場所なら雲が近くにあって霧みたいに見える。自然の多い場所なら森みたいに見えるかもしれないな。動物なんかもいるかもしれない。さあ、窓の外には何が見える。この列車はどこに向かってると思う。どうした。次の車両に行く。第二車両へ。もっといろんな景色を見てみたい。ここからじゃダメなの。自分自身の場所を変えなきゃ見える景色は変わらないからな。そうか。もしもし。はい。うちにですか。なるほど、わかりました。まあ、まずは聞くだけ聞いてみましょう。話はそれからです。ええ、では、明日の授業終わりにでも。はい、よろしくお願いします。遅くなったな。おい、鮫島、本当に大丈夫なのか。何の話や。お前があの業界に顔が利くのは知ってる。でもだからって。確かに北条組といえば演劇業界の中でもトップオブトップ。普段だったら俺らの話なんか聞いちゃうくれね。だったら。でも今回は話が別だ。今回は大学の学園祭、そしてこの大学にはその北条組の跡取り娘がいる。となれば北条組に話を通すのが一番早いってわけよ。でもお前別に北条組と仲良くないだろ。当たり前だろ、商売敵だからな。同じ舞台制作の会社を背負う者同士、そりゃもうバチバチよ。この大学に入ってからも3回殴り合いの喧嘩をして3回殴り負けた。そうはならんやろ。なっとるやろうがい。なっとるけど。うん、まあ大丈夫だよ、なんとかなるって多分。不安だな。あら、待たせちゃったかしら。ああ、いや、ちょうどぴったり。あなたとは初めて会うわね。北条楓です。
よろしく。ああ、よろしく。それで、頼みって何かしら。あ、いや、そう難しいことじゃない。俺たちは今度の学園祭で演劇鑑賞部としてロミオとジュリエットをやる。演劇部。おう。あ、だが今度の学園祭メインホールは他の団体が使っていて使えないらしい。そこでだ、この中庭に舞台を建てたい。舞台。ああ、ここにセットを組んで大きなステージを作るんだ。あ、でもそのためにはいろいろと機材が必要になるだろ。それをうちに借りたいってわけね。話が早くて助かるよ。北条組といえばそもそもテント芝居が発祥の団体、屋外にステージを建てることにかけちゃ右に出る者はいない。褒め言葉として受け取っておくわ。うん、今のは普通に褒めてるから。それでその依頼を引き受ける私のメリットはあるのかしら。メリット？こっちも商売、ライバルであるあなたたちの手助けをするわけだから、それなりのメリットがないと釣り合わないじゃない。そんなこと。大事なことよ。それが組織を動かすってことなんだから。ああ、分かった。だったらうちに貸しを作ったと思えばいい。そっちが何か困った時は俺たちも損得なしに駆けつけよう。まるでベニスの商人ね。ベニスの商人。お前ベニスの商人も知らないのかよ。なんだよそのベニスの商人って。俺も知らない。おい、いいじゃない。とあるお金に困った若者が親友にお金を貸してくれとお願いする。そこで親友はちょうど手元にはお金がなかった。親友はちょうど手元にお金が入るまでの間、別の意地悪い商人から大金を借りることになる。だが意地悪い商人はただで金を貸すのは面白くないと思った。そこでこう提案するの。お金を返せなかった時はお前の体の肉を1ポンド切り取らせてもらうってね。今回はその意地悪い商人が北条ってことか。人聞きが悪い。で、北条は一体俺から何を切り取りたい。あなたのその会社。何？貸した機材がもし壊れていたり、あるいは返せなかったその時はあなたの立ち上げた制作会社を買収させてもらう。なるほど。そんな無茶苦茶な。あら、私はただ大人として当然のことを言ってるだけよ。借りたものはきちんと返す。それができなかった時は対価をもらう。何か間違ったことを言ったかしら。それは。わかった。鮫島。大丈夫だ。要するに借りたものをきちんと返せばいい、そういうことだな。ええ、何も私は意地悪をしようって言うんじゃないの。ただ物を貸す以上こういう取り決めはしておかないと、万が一ってこともあるかもしれないしね。万が一か、違いない。お前鮫島、本当に大丈夫なの。安心しろ、何かあった時は俺が何とかする。決まりね。それじゃあステージに必要な機材敷き、あなたの会社に貸し出します。手続きに関してはまた後ほど。ありがたい。では私はここであなたたちの学園祭の成功を祈ってるわ。成功を祈ってるね。何もなきゃいいけど。ま、なるようにしかならんさ。俺たちは目の前の舞台の準備を進めよう。ああ。記憶を知っている。でもどうして。そりゃそうでしょ、あなたがこれを知らないはずがない。北条、どう、見える景色は変わった。正直よくわからない。そう。でも気づいたことがあるんだ。俺はいつもこうやって
大して周りを見ようとはしなかった。だから変わる前を知らないから変わったことにすら気づかなかった。まったく情けない話だ。いいんじゃない？え？だってあなたはそれに気づくことができた。きっとそんなことも思いもせず生きている人はたくさんいる。私のようにね。私は知ろうとすらしてなかった。それってどういう？さあ次は先頭車両、移動できるのはこれで最後。あなたはこの先の景色を見に行きたい？昔から電車の景色が好きだった。特に先頭車両から見る景色は。その話。ああ幼い頃の記憶だ。だんだん思い出してきたよ。なぜ俺がここにいるのかも。そこまで分かっててもあなたは先に進むのね。ああ進まないわけにはいかないからな。ごめんなさい野暮な質問だったわね。行ってきます。良い旅を。綾瀬。ねえステージが崩れたって本当？ああでも幸い怪我人とかいなかったから。そんなこと気にしてない。いやもちろんそれも大事なんだけど、私が心配してるのは鮫島君。綾瀬知ってたのか？そりゃ噂くらい聞くわよ。結構話題になってたし。俺が悪いんだ。俺が舞台なんてやりたいって言うから。何弱気になってんの？あいつにはそれくらい大きなことなんだ。ただ舞台をやりたいなら会社を立てる必要なんかない。でもあいつは起こした。それくらい確固たる信念を持って積み上げ続けてきたんだ。それを俺が奪ってしまった。私が言ってるのはそういうことじゃなくて、まだ会社を諦めるには早いんじゃないの？でも北条は壊れた機材を担保にして会社を要求してきている。その意向は変えられないし、書類になってサインしてしまったし、もう俺にはどうすることもできない。立って。え？いいから立ちなさい。せいや！殴られた。慰めてくれるかと思ったのに。シャキッとして。あなたはそんなことで諦めたりしない。私の知ってる匠は本当に諦めが悪いんだから。綾瀬お前覚えてる？昔あなた本当に電車好きだったじゃない。一緒に映画見に行った時乗る電車間違えて遅くなっちゃってさ、一番後ろに乗った方が乗り換え早いよって言ってるのに、あなたギリギリまで先頭車両にかじづいてたわね。本当に諦めが悪くて頑固で。ああそうよ、あなたの頑固さのせいで結局ちゃんと映画見れなかったんだから。バカ、2回目明らかに殴ると思えない流れからの2回目。でもそれで乗り換えに遅れた時もあなたは諦めず最後まで走り続けた。転んでも転んでも転んでも何度でも起き上がった。それがあなたは鏑木匠だったじゃない。綾瀬俺、分かったよ。分かってない。だいたい転んでも転んでも転んでもって、なんであんた映画館までの道で3回もこけんの？バカなの？あそこただの一本道だったじゃない。大丈夫大丈夫だから、もう殴るのやめようね。そうね。俺、もう一度行ってくる。鮫島をほっとけない。うん。自分では諦めが悪いとは思っていなかったんだが不思議なもんだな。そんなもんじゃない。き
下からどう見えてるかなんて分かんないよ。かもな。綾瀬。ん？ありがとう。それちょっと見せて。あ、お、ごめん。あれ？これって。さて、覚悟はできたかしら？ああ、もう腹は決まってるよ。そう。ねえ、あなたに一つだけ聞きたいことがあるんだけど。なんだよ。あなた、もしかして。ちょっと待った！カブラギ。北条、もう一度だけ考え直してくれないか。鮫島は俺のわがままに付き合ってくれただけなんだ。本来身を切るべきはこの俺だ。たとえそうだとしても、もうこれは決まってしまったこと。信用も失ってしまう。そうだけど、そうじゃなくて。もういちいちめんどくさい。なんなのあなた。なんなの。言葉のまんまの意味じゃない。あなたは一体なんなのって。何？俺は鏑木巧、鮫島の会社を取り戻しに来た男だ。取り戻すって、まだ奪ってはないけど。確かに。まあ一回こっち来い。担当直入に言うからよく聞けよ。分かった。お前わざわざそんなこと言いにここに来たのか。いや違う、俺は鮫島の会社を取り戻しに来た男だ。そうか、だったらこんなところで遊んでる場合じゃないだろ。ああそうだな。お前なんか作戦あるんだよな。任せてくれ。よし。よく聞け北条。鏑木には俺の会社を取り戻す作戦があるらしい。会社を取るなんて恥ずかしくないのか。恥ずかしくない。そうか。何してんの？作戦があるんじゃなかったんですか？テンパっちゃってな。何言っていいか分かんなくなっちゃったんだ。落ち着けって。テンパるなって。大丈夫だよ、お前がテンパったってどうせ持ってかれんの俺の会社なんだから。ああそうだな。そうだなじゃねえ。取られたら困るんだよ。作戦あるんだよな。任せてくれ。行くぞ。よく聞け北条。鏑木には今度こそ俺の会社を取り戻す作戦があるらしい。お前たちが無理やり会社を奪おうというのなら、俺はお前たちの弱みをバラす。いいわよ、別に私弱みないもの。そうか。お前さ、作戦どうしたんだよ。今の悪者みたいなセリフ言っただけじゃん。何作戦は。いや、弱みを握っているふりをする作戦だ。おバカ、鏑木。弱みならあるわよ。綾瀬、お前どうしてここに。演劇鑑賞部幽霊部員、西野綾瀬。演劇部。そんな幽霊部員のあなたが一体私に何の用かしら。言ったじゃない、弱みがあるって。それをあなたに教えに来てあげたのよ。これは今回のステージの図面と機材の一覧。ここに必要なものが事細かに記されている。一体それが何だっていうの。おかしいのよね。ここに書かれてる機材の数と実際に納品された機材の数が合ってないの。え？なるほど、それが今回ステージが崩れた原因なのかもね。発注ミスのせいで設営に致命的な穴が生じた。いや、そんなはずはない。だってその図面は北条組に作ってもらったものだ。え？今回は発注ミスとかがあったらいけないからって
図面は北条組にお願いしようって、機材もそれに準ずる形でって。嘘よ。それを北条組のスタッフさんとして段取りも打ち合わせもできていたはずだ。嘘よ。それで発注ミスだなんて、それは俺たちじゃない、それは北条組のせいだ。嘘よ、そんなはずない。そういうミスがないよ。私も書類にはちゃんと目を通したけど、そんな大きなミスは見当たらなかった。ましてや舞台が崩れるほどなんて見落とすはずがない。そうね、私もそう思う。だってここには納品書に書かれてるものだけで完成できるって書いてあるんだもん。あるものだけでステージを立てるための偽の設計図がここに載せられている。まさかここまで書いてあって納品ミスだなんてさすがにありえない。だってその設計図、納品ミスした前提の機材で組まれてるんだから。それってつまり今回ステージが崩れたこの一件は最初から計画されていた可能性がある。違う、私が目を通した書類とこの書類全然違う。どういうことだ。北条組では後継ぎをめぐって実は内部争いが起きていた。結果として北条が引き継ぐことにはなっていたが、それに反発する勢力もかなり多かったと聞く。なるほどね。たかが学生の小娘にでかい顔されるのが気に食わないってこと。ここで不祥事が起きれば北条の信頼は地に落ちる。それが意図的にステージを壊そうとしたなんて話になったらなおさらな。まったく大の大人が情けない。ひどすぎる。舐められたものね。どんなに睨み合うライバル企業でも私はお客さんの見に来るステージに手は抜かない。それくらい自分の仕事に誇りを持っている。北条。いや、内部の亀裂には気づいてた。気づいていながら私はそれを放置してしまった。これはそのツケね。悪かったわね、鮫島くん。今回の一件、こちらが起こしたものだとしたらそもそも話が変わってくる。あなたの会社の話、ひとまずなかったことにさせてちょうだい。内部の問題については私がケリをつけてくる。お前ならできるよ、北条。褒め言葉として受け取っておくわ。うん、だから今のは褒めてるんだって。それと今回の舞台の話、ちゃんと準備の方は進めておいて。すぐに最新の機材を一式持ってくるから。いいのか。言ったでしょ、私はお客さんに最高のものを届けたいって。一度やると言った舞台は絶対にやる。それが私の仕事だから。やっぱさすがだな。それじゃあまた近いうちにお会いしましょう、演劇鑑賞部の皆さん。演劇部。ああ、全部丸く収まってよかった。ほんとだよ、たまたまとはいえ会社が戻ってきてよかった。もうあなたやっぱり鈍いわね。え、どういうこと。私でも気づくような設計図の齟齬に鮫島くんが気づいてないとでも思ってんの。だいたいステージが崩れるような大きな事故で偶然怪我人がゼロでしたなんてあると思う。まさか鮫島。あの設計図を見た時点で何かがおかしいことには気づいてた。そしてそれが俺ではなく北条をはめるための策だってこともな。でもあそこで指摘したらただのミスだってことで言い逃れされちまうかもしれね。だからこそ一度事故を起こしたその後で俺以外の人間にあの設計図の齟齬に気づいてもらう必要があったんだよ。そういえばステージを立てた後にステージからみんなを遠ざけてた。崩れるのが分かってたってことか。でもそれを仕組んだのが北条だとしたら。あいつはそんなことしない。俺はあいつの仕事を信頼してるからな。まったく、人の会社の内部争いなんてほっとけばいいのに。まあ全部うまくいったんだからいいじゃねえか。でも今回は綾瀬に助けられたよ、ありがとうな。本当は鏑木に気づいてもらおうと思ってたんだけど
こいつがここでコントをし始めた時は本当にどうしようかと思った。いいわよ、仮にも演劇鑑賞部員だし。演劇部。あ、そうだ。そういえば綾瀬、最近悩みでもあんのか。え、何のこと。元気がないって心配してたからさ、カブラギが。おーじゃねえよ。あー、そんな風に見えてたんだ。何か思い当たることでも。悩みっていうか、心配だったの。心配？大学に入ってからの匠は、どこか気力がないように感じてたから。俺？うん、それが入学してからずっと気になってて。でも最近の匠は、ロミオとジュリエットだか何だか知らないけど、舞台に必死そうで、そんな心配も気づいたらなくなってた。なんだ、そんなことだったのか。そんなことって何よ。まったく、お互い似たようなこと気にしてんだな。え、どういうこと。よし、これで心配はなくなった。安心して舞台に臨める。ああ、そうだな。綾瀬。ん？俺、本番頑張るから、舞台見に来てくれよ。当然じゃない。見に行くよ、絶対に。ありがとう。よし、それじゃあ本番も近い。俺たちは最後まできっちり準備を進めよう。ああ、そうだ、思い出したよ、全部。綾瀬は来なかった。綾瀬は死んだんだ。ねえ、あの話って本当なの？俺はカブラギを救いたいんだ。救いたいって、彼は飛び降りて植物状態だって聞いたけど、一体何をするつもり？ロミオとジュリエットを上演して成功させる。成功させる？綾瀬に見せられなかったあのロミオとジュリエットをなかったことにする。綾瀬にロミオとジュリエットを見せるんだ。キレもおかしくなったの？綾瀬さんは病気で亡くなった。でも綾瀬は俺たちの心の中にいる。だから心の中ってそんなの。文字通り、綾瀬は俺たちの心の中に生きてる。心の中の綾瀬にロミオとジュリエットを見せるんだ。急行って、つまり…綾瀬…この列車はここで終点になります。お降りになれるお客様はこちらからどうぞ。もう少しすると、折り返し運転をいたしますので、そちらをご希望の方は、このままご乗車になってお待ちください。俺は、そうやって…何度この世界を繰り返したんだ。綾瀬にロミオとジュリエットを見せられたこの幸せな世界を何度繰り返したんだ。さあ、一体どれくらい繰り返したのか。はぐらかさないでくれ。はぐらかすも何も私は知りませんから。そうか、そうだよな。ここにいる綾瀬は俺の中の綾瀬。俺が知らないことは綾瀬も知らない。ええ、最初から知っているわけなかったんだ。あら、行ってしまわれるんですか。はい、別の景色も見てみたいので。待って、どうして、どうして行くの。分かってるはずでしょ、この先にある結末が何なのか。だから匠は死を選んだ。そうやってこの世界を繰り返してきた。そうだ、
そうやって俺は逃げ続けてきた。逃げたっていいじゃない。戻ったらまた匠は苦しむことになるかもな。だったらそれでも俺は戻らなくちゃいけない。だからどうして？綾瀬がそれを望んでいるから。そんな、私は。じゃあなんで綾瀬は俺に干渉してきたんだ？俺はこの世界を繰り返し続けてきた。綾瀬がいなければ今もこの列車に乗り続けていただろう。それは今までの景色と今回の景色、一番の違いは綾瀬、君だった。他でもない。綾瀬に望まれたらもう逃げ続けることなんてできないだろう。そう、そうね、匠はそういうやつだった。ありがとう。あ、そうだ。何？まだ未練があるの？そうじゃなくて、なんでこの列車ってベニス急行だったんだ？この世界は脳内に映像を見せる特殊な VR 装置によって作られている。その装置で夢を見ている間、その人は寝たきりになるの。そして驚くべきことに、目覚めた時の体重の減少量は全員同じだった。全員同じ？全員きっかり1ポンドそれはベニスの商人だあの人が名付けたのよ。そうか、みんな前に進んでるんだな。俺もちょっと遅れちゃったけど、今から追いつく。頑張って。ああ、もちろんだ。匠、行ってらっしゃい。綾瀬、またな。ここはようやく起きたか。カブラギ、大寝坊だぞ。すまない。俺たちにはまだやらなくちゃいけないことがたくさんあるんだ。寝てる場合じゃない。ああ、分かってるな。あ、鮫島、俺たちって何のために生きてると思う？そんなこと生きてみればわかる。かもな。